第2位の栗原くんの VTR スタート。ああ、悪い悪い、最低。え、これお前そのケーキ食べたいってずっと雑誌かじりついてたじゃん。だってこれすごい人気で並ばないと買えないやつだよ。だから買ってきた。え、飲み会は？嘘に決まってんじゃん。でもさ、すげえ並んでてさ、おかげでこんな時間になっちゃった。ごめんな。でもさ、お前の誕生日にはお前特別なケーキを食べてもらいたいと思ってさ。だから誕生日おめでとう。じゃあ早く食べよう。おう。よし、開けて開けて。すごいぜ。おお。あ、崩れてるよ。マジか。ねえ。ごめんごめん。じゃあお前倒れてない方食べて。俺こっち来るから。ね、こっちね。お皿こっちから用意しよう。ああ、いいじゃないですか。ちょっと待って。ほら。ちょっと待ってください。待ってください。待ってくださいよ。あれ何？何が？ちゃんと謝ってないでしょ。いや、謝ってたよ。ちゃんと謝ってないでしょ。あの、忘れてたっていうのはサプライズの中の一つの。いや、だからさ、だからそれ謝る必要はないですよね。そうしたらサプライズ。まあでも遅くなっちゃってごめんねっていう気持ちはあるんだけど、どうなのどうなの、やっぱその兄弟だからそんなに真剣にね謝るっていうよりちょっと照れくささがやっぱ出ちゃうから。兄弟だし。ただ思ったよりテンション低かったけどね。想像してたよね。大体さ、前回もそうだけど芝居仕立てだよ。そうなんですよ。なんか芝居が臭い。なんかね、ドラマ見てる。しかも80年代ぐらいに。そう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 。いい。じゃあ、いい、あの、気になる女子の VTR を紹介します。女子のとかなんか、いいよ、これいいよ。女子の VTR スタート。全然いいじゃん、こいつ。かわいい。あ、かわいい。え、確かに。え、待って。結果良かったってことだもんね。そういうことですよね。そっちが勝ったってことですよ。なんだっけ、ちょっと待って、もう遅ればっかりじゃないよ。やさがり感がすごいっすよ。俺らまだドキドキしてるから。お前だけ食べちゃってない。前回1位の時みんなに言い込まれたから。ここぞとばかりに。でもなんか、理想のお兄ちゃんっていうところで、ポイントが高くて。なるほど、ね、だから栗原の VTR はね、大体芝居くさいんだよ。確かに昭和の芝居。昭和の芝居。1980年代の芝居。はい、では判定していただきましょう。2位の栗原くんの判定はいかに。塾。おお、すごい。前回と同じってことですね。あ、そうですね。2位だと下がると思ったんだけど。この間の法則でいくとね。そう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 。
今回下がらないですね。ね。あ、前回ね、ウレッチャーがブレブレだったの。ここでブレブレだったの。ブレブレの方がいい。いや第4位は矢野くん。早い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 。なんだこれ、リアクションでいこうよ。リアクションすぎる。いやでもあれ、前回何だっけ、前回6位だから。けど映像は、映像は眺めないけど僕はもうバンバンだよ。いいね、いいね、いいね。なんで4位いったね、この扱い。早い早い早いよ。じゃあ次、第5位。あ、そうですね、オクラさんですよ。はい、大丈夫かな。長谷川豊君。おー、まあ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 、豊かはだって前回2位だからね。2位だよ。あ、2位。あ、そうだ。こっち2ランクアップし、こっち2ランクアップして。3つ、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 え、第、ごめんね、第4位の矢野くんの、はい、え、コメントです。女子コメント、はい、女子コメント、そうですね、矢野普通一番辛いことだね。いや、これあの、前回ちょっと僕やりすぎた感があるんですよ。だから今回、お気に入ったかもしれないです。お気に入った、お気に入った結果、みゆきちゃんのコメントは、この後殺されそう。え、どうだ、お前こういう肉は何なんだよ。何を言ったの。見たい見たい見たい。いやいや、めっちゃ見たい。めっちゃ気になる。何なの。これでも見れないんだよね。見れない、見れない、見てこれ、オクラさん、オクラさん、オクラさん、一番見なきゃいけない部位じゃないの、それ。殺されそう。やらの普通が、いや、それ納得いかないですよ。いやいやいや、どうなの、見ましょうよ。いや、なんか、やった時はすごい良かったんですよ。もう、ちゃんと謝ってる、お祝いもちゃんとする、すごい真面目なお兄ちゃんだったんですけど、撮ったのを見たら目が、なんか目の奥が、奥が怖くて、闇があった、闇があって、目の奥に。そうなんです、なんかちょっと殺されそう。そう、そして5位の、はい、豊かの、はい、女子部、女子のコメントは、安川ちゃんがシャーシャー言ってた。やっぱり言ったじゃん、テロップ入れよう。シャーシャー味だから。もうみゆきに至ってはタガログ語って書いてある。もっとタガログ語に失礼だよ。タガログ語。いやいや、今回全力で謝るっていうのを意識したんです。謝ってたね。すごい謝った。めっちゃ謝った。いや、これも、実は撮った時は良かったんです。私的に、あ、これ1位に来るなって思ったんです。お兄ちゃん、なんか一生懸命いつも、頑張るんだけど空回りしちゃうお兄ちゃんみたいな感じだったんですけど、これもまたあの、撮ったものを見たら、何を言ってるか全然わかんない。映像にすると、映像にすると映像で聞こえなければもう本番。いやいや、あの舞台の子だからね。生の声でしょ。まあ、でもちょっと先輩に言うのもあれなんですけど、もう役者やめてくださ い。 いさあ、あと残るは1位と6位ですよ。ね、次回、はい、1位か6位、坂木くん、はい、自信のほどは。自信、全くない。この流れからするとない。やっぱこういろんなね、VTR 女子の VTR とか見たりとか、順位を見たりすると、まあなんだろう、謝ってねえし。謝ってねえ、サプライズ。サプライズ。前回すごい評価がなんか割れた、ミカ登場してる。ミカ、まだミカ登場してるんですよ。まだミカ登場してる。でも知らないの、ミカが。でも知らないっすよ。お蔵入りだったから、今知らないですよ、ミカ。ミカがね、また出ちゃってる。では、新薬。僕、自信あるんですよ。あ、自信ある。
流れるってなったらすげえ自信だな。これね、ちゃんと謝ってる。謝ってる。ちゃんと謝ってる。うん、それにプラスしてかっこよさ。うん、ああ。全然違う。相当自信ありますよ。それじゃない。今はかっこよさ。大丈夫です。大丈夫。おお。次回か。次回。その1位と6位楽しみにしましょう。それでは。第2回目の放送、はやる第2回目の放送、はやるこれにて終了したいと思います。皆様ご視聴ありがとうございます。品川韓流公演の売れたいもんでした。ありがとうございました。またねー。もうこの1回だけではやる何回か、はやらそうとしてるんでしょ。はやらそうとしてる。いやいやいや、ごまかそうとしてる。いや、クエさんマジでもう6位ですからね。6位だそうです。いや、もう最下位です。